ハウメア。ハウメア、136,108ハウメアは、純惑星であり、太陽系外縁天体のサブグループである、冥王星型天体の一つ、細長い形を持つことで知られている。スペインのシエラ・ネバダ天文台で、ホセルイ・ソルティスラのグループが発見し、2005年7月29日に公表した。カリフ号は、 2008年9月17日に純惑星として国際天文学連合に認められた。同年7月の負け負けに次いで純惑星としては5個目、冥王星型天体としては4個目である。オルティスラのグループが2003年に行った観測を2005年に再分析したことによって発見された。一方、 カリフォルニア工科大学のマイケル・ブラウンらのグループも2004年5月6日の観測をもとに12月28日にこの天体を発見し9月の国際会議で発表する予定だった小惑星センターは最初の報告者を発見者とする原則に基づきオルティスラの発見として登録しているブラウンは当初この発見の手柄をオルティスラに返すことを指示していたしかし オルティスラの発表は、ブラウンの共同研究者の9月の講演のタイトルが公開された直後であり、そのタイトルには天体の仮称、K4506A が含まれていた。そのことを不審に思ったブラウンは調査を行い、その結果、K4506A を Google 検索すると、彼らが観測に使ってきた駆をスマーツ望遠鏡の観測記録にたどり着けることに気づいた。 さらに通常は望遠鏡の使用者しかアクセスしないその観測記録にオルティスの研究機関から繰り返しアクセスがあったことが明らかになったそのためブラウンはオルティスの発見は不正なものであるか仮に独自に天体を発見してその後に偶然にブラウンの観測記録にアクセスしてしまったオルティスは後にそう主張したのだとしても発表時にそのことを隠していたことは 研究倫理に反するとしている。なお、ブラウンは、この調査の過程で、彼らが発見したが、未発表だった、後のエリスと、後の負け負けの観測記録も、外部からアクセス可能であることに気づいたので、ハウメアと同様の事態を防止するため、急遽、オルティスらの発見発表の翌日に、それらの発見を公表した。最も古い観測記録として、 パロマー展問題の1955年のデジタイズド、スカイサーベイに移っていた。この観測は発見には寄与していないが、正確な軌道を求めるのに貢献している。2006年9月8日、冥王星、エリスと共に小惑星番号が与えられ、ハウメアは136,108番となった。また、冥王星型天体として認められると同時に、 ハワイ諸島の豊上の女神、ハウメアにちなんで命名された。この名前を提案したのは、ブラウンの共同研究者のデイビッド・ラビノーイッツであり、ハウメアが多くの子を産んだことと、がおそらくは、天体衝突により2個の衛星と多くのハウメア属小惑星を産んだことをかけている。オルティスらが提案した名前はで、古代のイベリア半島で、 ルシタニア人などに信仰されていた死と再生を司る地下世界の女神の名である。イベリア半島なのはオルティスラの観測地であるシエラネバダ天文台に由来しており、神の性質は冥王星プルートを先例としている。しかし、IAU は地下世界の神話からの名を海王星との共鳴天体に与えると決めていたため、この名は採用されなかった。 正式に命名されるまで、この天体は、サンタという愛称で呼ばれていた。これは、ブラウンらがこの天体の存在に気づいたのが、クリスマス頃だったためである。オルティスらの発表では、この天体は、冥王星の倍の大きさがあるとされていた。しかしその時にはすでに、ブラウンらにより、衛星の観測による正確な質量が測定されており、追って発表された。その質量は、 冥王星の32%であり、同じ密度と休憩を仮定するとサイズは冥王星の68%となる。ただし、ハウメアのアルベド、反射率は不明であり、従って正確なサイズは不明である。変更周期などから三軸不当大円体だと考えられており、長軸の長さは冥王星に匹敵すると推定されている。2017年に、 スペインのアンダルシア天文学研究所のオルティスやサントス・サンズラがネイチャー誌に発表した観測結果によれば、長軸は少なくとも2 3 0 0トル以上に達すると見込まれている。衛星を持つため質量を測定することが可能で、およそ4キログラム、名応防子の3分の1と計算されている。純惑星の条件の一つである重力平行形状に達するのに、 十分な質量を持っているにもかかわら、球体でないのは、自転周期が4時間弱とこのサイズの天体としては、非常に短いためである。ハウメアの自転が早いのは、かつて大規模な衝突を経験したからであり、二つの衛星もその時にできたと思われる。これらの見積もりが正しければ、ハウメアは、太陽系外縁天体の中でも最も、大きい部類に入る。セドナ、オルクス、 クワワーよりも大きく、エリス、冥王星に次ぎ3番目に大きいということになる。ただし負け負けの方が、わずかに上回る、可能性がある。ハウメアは、海洋星と、軌道共鳴の関係にないため、キュビワの族に、分類されるが、大きな離心率と、軌道傾斜角を持つ。これは、海王星により、軌道が散乱されたためである。発見当時、 太陽からおよそ 51au の距離にあった。軌道が楕円型をしているため、近日点距離は 35au と考えられている。光天面は他の惑星に比べておよそ28度の傾きがあり、また、光天速度が遅いことから発見されるのが遅れた。ジェミニ天文台で行われた分光分析によると、天体表面には水の氷が存在している。これは、 冥王星の衛星カロンにも見られる性質である。2005年の1月から6月にかけて、WM 欠点問題で行われた観測によって、ハウメアの衛星が2個発見された。1個目は同年7月29日に母天体と同時に、2個目は11月29日に発表された。質量はそれぞれハウメアの約1%、約0.2%と見られている。 カリフォルニア工科大学では、サンタクロースのソリを弾くトナカイにちなんで、第一衛星をルドルフ、第二衛星をブリッツェンという愛称で呼んでいた。2008年9月、第一衛星はヒーアカ、第二衛星はナマカと命名された。いずれもハウメアの娘に由来する。2017年に、純学生としては初めて艦が発見されたことが報告された。これは、 ハウメアが遠方の恒星を遠平する様子を観測していた際、遠平の直前と直後に恒星の光が暗くなる様子が観測されたとで、艦の存在が確認されたものである。艦はハウメア上空線キロメートルの軌道に7 0トルほど幅で広がっていると考えられている。ラビノーイツは相当くない昔、数億年前から10億年前に、 ハウメアに天体が衝突した結果生じたものとしている。ハウメアは外縁天体で最初に発見された属、キャリナネルファミリー、キュビワの属や冥王星属のように軌道要素が似ているだけではなく、同一の母天体から形成された小天体群の中で大の天体である。この属にはハウメアの二個の衛星、そしてが含まれる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。